ウォーキー・ン・アンデハーは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。1969年に16歳で、シンシナ・ティレッツと契約したが、当時、ビッグレッド・マシンと言われた最強チームではメジャーに昇格できず、チームがワールドシリーズ制覇を成し遂げた1975年10月に、ヒューストン・アストロズに移籍。1976年4月8日に、 メジャー初登板。その年は28試合に登板し、9勝10敗、防御率3.60、関東9、カ風プ4と、まずまずの成績を残す。11勝した1977年と12勝した1979年に、オールスター出場を果たすが、アストロズに在籍した後シーズンと少しで、2桁勝利は、その2シーズンのみであった。広い本拠地、アストロドームは、 ピッチングには有利で、1981年までのアストロズ在籍中の基本類がは9イニング平均で0.44本であった。1981年途中にセントルイスカージナルスに移籍すると、素質が開花。移籍後は11試合の登板で6勝を挙げると、翌1982年には15勝10敗、防御率2.47の高成績でチームの地区優勝に貢献。 ナリーグチャンピオンシップシリーズでは2連勝後の第3戦に先発して勝利投手となりリーグ優勝を決める。ミルウォーキーブルワーズとのワールドシリーズでも第3戦に先発して勝利投手となり3勝3敗で迎えた。最終第7戦でも先発して勝利投手となりワールドシリーズ制覇に貢献した。1983年は6勝16敗に終わるが、 1984年はリーグ最多の20勝を挙げ5年ぶりにオールスターにも出場。またゴールドグラブ賞とカムバック賞も獲得して最高のシーズンとなった。1985年にはピッツバーグ薬物裁判に関連してコカインの所持、服用が発覚し出場停止処分を受ける。それでも2年連続の20勝を挙げてチームの地区優勝。 リーグ優勝に貢献。カンザスシティロイヤルズとのワールドシリーズでは、連勝後の第3戦に先発して、敗戦投手となる。チームは、第4戦に勝って三勝一敗投手をかけるが、第5戦に敗れ、第6戦も一塁類進、ドン・デンキンガーの正規の五進で敗れる。第7戦はそのデンキンガーが、休進となったが、序盤からロイヤルズ打線が爆発。0から11と、 配色濃厚となった5回にアンドハーが登板。ストライクと思えた初球を、デンキンガーが、ボールと判定。これに激行した監督ホワイティ・ハーゾグが、退場処分となり、アンドハーも2球目を投げた後に抗議して、退場処分となる。これによって1986年開幕から10試合出場停止処分を、受けた。チームは、アンドハーを、オークランドアスレチックスに放出。 1986年は12勝7敗に終わる。しかも DH 制があって、投手が打席に立たなくてもよいやリーグ所属にもかかわらず、行った打撃練習で負傷し、投球フォームを崩す。1987年は3勝に終わって、アスレチックスを解雇され、1988年はフルスアストローズと契約するも2勝に終わり、解雇。 1989年には、先発投手が手薄なモントリオールエクスポズが、スプリングトレーニングに招待したが、契約には至らず、そのまま現役を引退した。アスレチックス時代に、打撃練習をしていたように打撃は好きで、通算7本類だ。1979年には、この年チームでも、全体でもわずか23本類だしか出なかった広い、本拠地、アストロドームで、 特大ホームランを打つ。引退後は、祖国ドミニカで運送業を営む。また、野球の進行にも人役買い、ハリケーンの際には被災者に多額の援助を行った。2015年9月8日に、糖尿病との合併症で死去した。ありがとうございます。